ーヒー飲みたいし。あれで起きた口？あれで起きた口？そう、やっぱり29分ぐらい。俺さ、その5分前ぐらいパッて起きててさ、なんだはたまたヤン君に呼ばれたんだけど、なんかおかしかなかなと思って、ガチうるせえなと思って YouTube でなんか安らぐ音楽がいいと思って聞いてた。かっきりしてた。いや、目覚ましてたじゃんと思って。うん、まあいいんだけどさ、早く起きたから結構寝れたっしょ。途中で起きたでしょ、うん、俺も途中で起きた。なんかすぐ5分ぐらいで戻ったんだけど、また睡眠に。いや、俺そこなんか1、2時間寝なかった。マジで、うん、ちょっとやられたね。俺多分7時間ぐらい寝れてるよ、今回。で、また30分ぐらい寝て、また1時間ぐらい寝なくて、寝て。で、何分寝てんの全部で。5時間、累計で。あ、でもあの累計5時間寝てんだから累計5時間寝て、まだ良かったね。3時ぐらいの、1時ぐらいか3時ぐらいまで寝なくて、ああ終わったなと思ってた。結構もろいに寝れてるのか。で、今ダブル通して頼んで来たらどう取ろうかなと思ってた。ああ、ダブル頼んだ。ダブル賭けに出たね。俺ちょっとダブル食えるかなと思ってさ。まあ今の時間だったらゆっくり食えるしなと思って、うん、いいや、ただの方がでと思って。今来たよ、俺の。たまに、いや、なんかさ、トースト来たからさ、コーヒーでも取ろうかなと、取ってこようかなと思って、そのついでに今来たから。なんか取りに行かれ。ほら、あれ、なんか後ろで欲しいの頑張ってるけどさ、気にしないと。あれ、あのトーストセット。ちょっと肩痛いんだよな。温泉で補われるかな。温泉で補われるかなって言ったら肩は。ああ、マジでさ、なるのはいいんだけどさ、早く止めるのと音をなんとかしてくれる。そのなんでそれをチョイスしたんだと思って。ちょっとなんかどっちかわかんねえやつじゃねえかと思って。マジでなんか。割とガチなやつ。長いからさ、これガチなやつかと思って。でもその前にはさ、落ち着いてから、目覚ましやろうなって言って。あ、ちょっといいかな。アイスもある、アイスもある。ここにアイスある。あ、これアイス作れるやつ。あ、これ作れるアイス薄いんだよな。いいや、あったかくないしよ。どうせ時間あるし。あのね、1回目の時はね、なっかと思ったけどね、2回目の時はついよ、覚えた感じ。なんでこいつと思って。もう起きるのはいいんだけどさ、くせえなと思った。目覚ましかけ、なんでこの音なんだろう、さっきなんか微妙に起きる場所ねとか言ってたの、あれ。おい、俺が見てる動画当たりだぞって思ってた。壁もか美味しそうだな。初めの一杯刺激強い。まさか。途中2回落ちたけど、2回とも多分5分3分ぐらいしか起きてないから、すんごい奇妙に寝れて、最終的に遊びに来て、パソコン明るいと。あ、俺パソコン最初の時点から切ってた、モニターだけ。なんか電源切るのうざいから、モニター切ろうと思って、電源切るとさ、時間見れなくなって、モーニング頼む時うざいやろうなと思ったから、モニターを消してて、起きてまず最初にしたところからパソコン電源つける。うん、とりあえずおはようございますです。じゃあ2人とも朝食をしますか。お、これ目覚ましパラダイスになってんじゃないか。
しょよいしょ。おしげの飯も来たっぽいな。じゃあ俺は飯を食います。